ルーシンド FM ルーシンド DJ のルーシンです。ですね、おととい上野の芸大美術館でやっている日曜美術館30年展っていうのに行ってきたんですね。まあ、国立博物館のインターンの合間を縫ってですね行ってきたわけです。それでなんとなく行く前は日曜美術館の30周年をね展覧会にしてもそんなの面白いのかなと思いながら行ったんですね。実際に見てみたらすっごく面白くて、興奮して、最初の方はあまり面白くなかったんですよ、地下1階の方は。それでそこから次の会場がエレベーターで3階まで向かうんですね。ちょっとこれすっごい作りが悪いと思うんですけど、なんで地下1階を見た後に3階じゃないや2階か2階までねエレベーターで行くんだろうと思って、すっごい作りが悪いなと思って、まあそれはどうでもいいんですけど、で2階に上がった後ああもう面白くてね。それで日曜美術館っていうのはテレビ番組じゃないですか。今は新日曜美術館って名前変わったのかな。それでテレビ番組なので、そこの展覧会ではですね、作品だけではなくてそのテレビでやった放送っていうのは流れてるんですね。それでだいたい1回の上映が10分、それでその上映された映像が6箇所にあるんですね。つまり全部を見るためには合計1時間見なきゃいけないと。でまあ1時間全部見るお客さんってどれくらいのかなって想像したんですけど、まあ大体作品見るだけでも1時間かかるじゃないですか。それで当然混んでるんですよね。すっごい混んでるので、行かれる方は時間に余裕を持って行った方がいいと思います。はい、10月15日までやってるのでね。それでそのテレビの、まあ、時間が長いと、まあ、僕さっき言ったんですけど、でも実際は1回の上映10分のうちで、まあ、5人の作家が紹介されてるんですね。つまり1人につき2分ずつの紹介っていうことになるんで、まあ、それを考えたら、まあ、30人の作家もしくは作品もしくは人間の紹介しかできないということで、まあ、選びに選んだということですよね。それでまあ僕が思ったのは、日曜美術館30年は1回でやるんじゃなくて2回に分けて展覧会やるとか3回に分けて展覧会やるとか、やっぱり30年を1回の展覧会で全部こうやるっていうのはできないですよね。ただすっごいやっぱり良かったなと思ったのは、日本にはすごいたくさんのいい作家がいるなっていうのは思ったんですね。例えば宗像志功とか岡本太郎、山口佳代、まあ、荻原守衛なんかもそうですよね。彫刻、僕彫刻専攻なんで、まあ、彫刻専門でやってるとやっぱり日本画の世界とか陶芸の世界はちょっと疎いんで知らない作家も結構いたんですけど、やっぱり作家が制作しているところを映像で見れるっていうのはやっぱりすっごくいいもんですよね。すっごくいいなと思ったんですよ。それで宗像志功っていうのは金眼なんですかね、すごい版画の版に目を近づけてもう一心不乱にずっと彫ってるんですよね。あと岡本太郎も、もう彼の性格のごとく線がはっきりしてるんです。つける色もつける場所ももうはっきりしてるんですね。それでなんというか書き足したり書き直したりしないんですよ。彼が何をするか、彼はもう書きながらもしくは書く前にもう決まってるんですよね。ここにこういう色をこう、でもそれは彼は計算で書いちゃいけないって言うんですね。じゃあどうすればいいか、衝動で書けっていうこと書いてあるんですね。
ちょっと図録読みながら今話してるんですけど、まあ、あと平櫛田中もいますね。岡本太郎出てきました。ちょっと岡本太郎のセリフがで面白い部分があるので読んでみますね。これ万博についてなんですけど、僕は万博のテーマに反対だった。進歩と調和、人類はちっとも進歩していませんよ。工業が発達して生産が拡大されて人口が増えていく。しかし人間はその中で本当にやりたいことを一つもやれない、本当の生き方をしていないんですよ。だから僕は進歩と反対の、何万年も前の石器時代の人間が作ったんじゃないかと思われるようなものを作った。調和反対、本当に自分のやりたいものを遠慮して向こうも少し頭を下げてお互いにごまかしちゃうのが調和でしょ。だから嫌われるようなものをわざと作ったの。中略、人に好かれようとすることは人の目を気にすることで、そういうものをみんなぶち壊しているわけだ。それでそれに共鳴する人がいたらそれで結構。太陽の塔に対して反対運動が起こった。国の金を使って国の広場にあまりにも岡本太郎的なものを作ったという。それで僕は怒鳴り返したんですよ。個性的なものこそ普遍性があるんだと。ずいぶんいます、僕の知っている思想家やインテリでね。はじめなんだあれはと思ったけど、見ているうちにだんだん良くなってきたねなんてね。生の目で見ない、欧米であるものなら OK で、独自のオリジナリティを持っていない人。僕も通じないことを前提としてずいぶん耐えて長く戦い続けてきて辛かったですよ。疲れようと思って何かやったらおしまいですね。中略、職業なんてないんだ、人間だ。誰だって人間だからしょうがないから芸術だと。芸術家じゃなくて芸術、セクションの中に入っていることが芸術じゃないんですよ。全人間的に生きることが芸術なんですと。まあこういう感じでですね、これは映像の中にはなかったですけど、こういうようなものが、展覧会の会場のその映像として流れてるんですね。だからある意味ですね、半分半分で面白かったんですよ。作品が半分面白くて、もう半分映像が面白かったんですね。それでやっぱり作家っていうのは作品残してなんぼなんですけど、もう一つ思うのはやっぱ人間も面白いんですよね。やっぱり面白い人が多いんですよね。だからこそ映像を見ると面白いんだと思うんですよね。本当最近見た展覧会の中でも特に良かった展覧会だと思うんで、10月15日までやっていますので、もし時間のある方は上野の東京芸大大学美術館ですかね、そこでやってます。はい、よかったら見に行ってください。それで先ほども言ったんですけれども、結構混んでるので時間に余裕持って行かれた方がいいと思います。では今日はここでおやすみなさい。